男子プロバスケットボール B リーグ2部の西宮ストークスは今日、西宮市長を表敬訪問し、神戸市に拠点を移して迎える来シーズンの活躍を誓いました。西宮市役所を訪れたのは、西宮ストークスの北村雅樹社長と、来シーズンの続投が決定した森山智博ヘッドコーチ、それに堂原則明キャプテンら4人です。西宮ストークスは今年の秋から本拠地を神戸市に移すことが決まっていて、西宮で迎えた最後のシーズンは年間30試合で平均1500人の観客動員数を誇った一方、怪我人が続いた影響もあり、東地区で3位に、6シーズンぶりの B リーグ1部復帰にあと一歩届きませんでした。キャプテンの堂原則明選手は神戸市出身ということもあり、責任を持って昇格に向かっていくと来シーズンへの意気込みを語りました。地元っていうのもすごい感覚的にはあるんですけど、正月とかその戻ってくる、また体育館に戻ってこれるタイミングがあればこう帰省するようなイメージでこう帰っていきたいなと思ってます。優勝して昇格するのが一番いいんですけど、まずはこの神戸で昇格を決めれたらなとは思ってます。西宮ストークスは本拠地移転後のロゴやチーム名について今年の夏に発表するとしています。